お疲れ様でした。はあ、今日も夜勤疲れた。はあ、うん、もしオラワが見えるのか。おお、電波っ子かな。わらわの窮地を察するドルー、そしてわらわに気づく潜在能力の高さ、見つけた。来るがよい、アルフヘルムへ。そんな大声で。オンズーク。慌てるでない。わらわを好きなように抱いてはらませてくれ、ユイチよ。わらわの他にも主様の精液を欲しがっているエルフはたくさんおるでの。クックック。そうだった、あの子に何かされて。救世主様、お願いします。どうかあなたの精液をお恵みください。昨日は散々絞られたな。水浴びでもしないともうベッタベタで。はあ、女の声。バカ者！敵対関係にある我らの村に留めることなどできるわ。そうは言ってもな、俺から離れてくんないんだよ。長老なる、お願いです。私、イブリンは…今回は特別！超法規的措置じゃぞ！結界を開きやがれ！人間のオスをよこせ！しらー！結界だ！あら、今夜最も闇が深くなる。一人でここへ来い。もし一人で来なければ村を滅ぼす。救世主様一人でダークエルフと。こんな争いにお主を巻き込むつもりはなかったんじゃが。これは憶測なんですが、ダークエルフさんも私たちエルフと同じ神樹の力により生まれた存在です。神樹の力が衰え、私たちに肉欲が戻った今、救世主様のおちんちんにはかなわないと思います。確かに弱点といえばそれしか思いつかんな。本気で言ってます？それもちろんじゃ。いいこと思いつきました。これは花の蜜で作ったお薬。そうね、人間の言葉を使うと媚薬かしら。いい、ダークエルフさんたちもきっと。よう、ちゃんと一人で来たみてえだな。度胸があるのね。お前が欲しいな。私の国もエルフ同様絶滅の危機に瀕している。お前の子種が必要なのだ。断るなんて言ったら。からずくでも連れてくぜ。始めろ、エルダ。おい、見たかよミズリ、こいつ女みたいな声出して言ってたぜ。大したことねえな。イチかバチか。二人続けて行かせちゃうなんて見直しちゃったわ。絶望にも似た最高の快楽をあげるわ。まさか三人がかりでダメだったとは。よくも恥ずかしめてくれたな。人間め。エルダなら簡単には返せねえよ。大事な捕虜じゃからな。卑劣なエルフめ。ならば勝負をしろ。勝負？
そこの救世主を我らと貴様らのどちらが満足させられるか、真っ向勝負の一騎打ちだ。なるほどな。村で一番の美女を出せ。こちらは私が相手をしよう。ほう、このわらわに交尾対決を申し込むとはのう。じゃが本気を出させてもらうぞ。それではわらわから先にさせてもらおう。ではこちらも攻勢に出るとしよう。でも今回のことで和平協定が結ばれ、ダークエルフたちが村に引っ越してきた。全員うちに住む？これからのハーレム生活に不安が募るばかりだ。暇かなって。どうしてここに？なんだかミネ君やられ役みたいね。ちゃんと鍵はロックしておかないと不用心よ。よし、じゃあ今から外に行きましょうか。絶対嫌ですよ、部屋から出るなんて。なーに、口答えはダメだからね。はい。なんで俺綾野さんちの実家の畑の手伝いしてんの。なんだか不服そうね。そりゃクソ暑いし、服は汗でぐしょぐしょだし。ほら、これでスッキリするでしょ。ブラ忘れるなんて、私としたことがうっかりしちゃったわね。なんからしくないっていうか、胸元がその大胆だし。気づいてたんだね。やっぱりダメだったのかなって諦めてた。ダメって何が？ん？今日誘ったのも、服のことも、これも全部ミネ君のせい。今すぐ結婚？エッチしたからってそんな。結婚すればここの新鮮野菜食べ放題よ。確かに美味しいですけど。でしょでしょ、だからすぐにうちに。いや、やっぱり早いですって。せめて卒業してから。言ったわね。人前じゃなかったら困らない？え？キドッチ？僕、トイレ行くので。あのキノコスルーしやがった。あんなのより俺らと遊びましょうよ。ごめんね、君たちは無理っぽいかなーって。無理？厳しい。でもそういうところがいい。きっかけは多分先週の。僕には一生無縁な人だな。そこどいてー。え、君名前は？キドッチね、覚えた。え、あ、ぶつかってごめんね。じゃ、またねー。はい、また。また？それ以降、またの言葉通り、理由もわからないまま懐かれ続け、今日に至る。辛そうだね。手伝ってあげよっか。え？私がいるのバレるとまずいから静かにしてね。またその目で。言ったでしょ？私はキドッチのフェロモンにメロメロなの。ワックスとか香水みたいな余計な匂いとは無縁な君に夢中なの。口ではそう言いつつ、僕の期待は膨らんでいた。どうやら僕も先輩のフェロモンにやられてしまったみたいだ。最上段に図書カードの予備が、そこです。おう。ついでにこの本を。二段下だな。はい、作業も随分慣れてきましたね。おう。不動君のおかげで一人で作業することもなくなってすごく助かってます。いつもありがとうございます、不動君。他の奴らはビビって近づきもしねえのによ。不動君の悪い噂はお聞きしていました。ですが噂は噂、私は準備室での親切な不動君をちゃんと見ていますから。俺が図書室に来るのは先輩がいるからだ。
俺、洲本先輩が好きだ。あんたみてえなまともな人とは釣り合わねえかもだけど、マジなんだ。不動君の気持ちとても嬉しいです。ですが返事の前に一つお聞きしたいことがあります。エッチな女の子は好きですか？うん。不動君の恋愛小説のような告白にたまらなくなってしまいました。不動君の女にしてください。それじゃあ採点しちゃうからちょっと待っててね。ここは丸。まるっと。よりによってサナエが家庭教師かよ。だいたいこいつ、なんでこんなに勉強できんだ？ああ、マサト、ここ違うよ。わかってる？ん？お前、あんまりくっつくなよ。もしかして興奮しちゃった？なんなんだよ。さっきまでセックスしようとか言ってたくせに、調子狂うな。こんばんは。あれ、さなえちゃん。もう、うちのバカが面倒かけて悪いわね。いえ、お邪魔しまーす。こんにちは。あ、おっす。恥ずかしいんだから。やべえ、マジでこいつにハマりそうだ。ことの始まりは一週間前のこと。やっぱかっこいいよな、弥生ちゃん。つかいいわ。めちゃかわいいし。先輩、何してるんですか？弥生ちゃん。待って、違うんだ。その、間違えて入っちゃって。どうしたんだろう、俺。